い、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回はパワープロ2000社営管内の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、残念ながら中堅からそこそこに落とされてしまったというところなので、この先はですね、夏の甲子園大会、これの予選勝ち上がるのはもちろんなんですが、合わせて中堅高校へね、戻れるように練習試合とかでも負けないようにやっていきたいと思います。ちょっと位置が続いてるんで、ここはホームチェックの球速を入れて、その後はどうしようかな、せっかくなんでならず者のところに止まってシャッフルしてもらうか、それともそもそも持ってるスケジュール見直しで変更していくか、いずれにしてもちょっと見直しをかけましょう。あ、ミートバッティングやって卒業式に入りますか。アイドルがねいてくれるといいんですけど、ちょっとここのところ練習効率もね、微妙といえば微妙ですからね。今年はプロ野球選手は2人、いや、八木も含めて3人ですね。まあ八木はね、めちゃくちゃ活躍してくれましたからね。なんか微妙なのか何なのかっていう感じだな。タイミングによっては練習休みとか仮設シャワーってめちゃくちゃ嬉しいんですけど、うわ、練習効率下げやがった。やっぱり練習負荷5だと結構上がりますね。お、木曜日アイドルがいますね。ただ特訓マスが次にあるのか、ちょっとこれはあれですね、アイドルが練習効率アップになるかどうか、それを見て決めましょう。さあここだ、テンションアップか。テンションアップだったら特訓マスに止まりましょう。内角攻め、ダメか。そしたらどうする、ベースラン、いや、ミートバッティング、ミートバッティングだな。
さて、桃井は安定した力になってきましたね。で、渡部は、ちょっと弾道上げにかかりましょう。大内は、ミートを B まで上げます。横溝はパワー60は欲しいよね。どうする、サブポジちょっと誰かつけたいよな。投手はまあいいとして、一塁横溝、三塁もいいよね。外野が足りてないとかっていうこともないし、まあショートの今泉がちょい微妙かなっていうところですかね。まあ、ただその今泉も頑張ってきてはいるんで、ちょっと一旦このままにしますか。山崎はね、パワー、ミート、SS まで持っていきたいんですけど。あとは入学式で誰が入ってくるかですかね。まあ、入ってくる選手によってはスタメンも大きく変わってくるんで、まず服部、タイピンが F か、藤野、まあ特段特徴のない選手ですね。で、これは中溝で合ってるかな。粘り打ちさよなら男、ダメ押し持ってる選手も入ってきました。で、川北は対左投手勝ち。なんかこれぞっていう選手はちょっといないのかもしれないな。これは鍛えていくのが大変かもしれない。まあ、8人と選手の数はまあそれなりに入ってはきましたけどね。相変わらずの打撃重視のチームを作っていきます。で、早速1年生に練習指示出していきましょう。まあ、やることはね、1年生はほぼほぼ決まってはいるんですが、投手は原則球速アップ、で、他はまあミートですね。やっぱり野手系は全員ミートを待つ、みっちり上げてもらいましょう。せめて D ぐらいまではね、みんな上げてから使っていきましょう。
だ練習効率下げてきやがったか。まあ、これがあるんでね、プロのところ、OB プロのところに行くのは、ちょっとね、気が引けちゃうんですよね。ただ、赤徳を消してくれるっていう良さもあるんで、まあ、一か八か的に止まっていくのはありかなとは思うんですが。アイドルはいないか。ちょっとそろそろ一回練習試合とかで勝って中堅に戻りたいなというところなんですけどね。お、土日月と来週ですが赤徳祭りだな。ここをちょっと回避できるように大きめの練習は調整用に取っておきましょう。練習効率下がったりテンション下がったりとちょっとあんまりいいことがないな。ここは分岐で特訓かアイドルかを引き当てましょう。さあ来てくれ。アイドルが上にいるね。ちょっとじゃあ上に進路を取っていきましょう。練習効率上がったか。上がったところで練習試合入れる？じゃあ、うん、じゃあ総合練習ですね。さてどうする？このまま行くとアイドル止まれないんで一回スケジュール見直し入れちゃおう。早めに
いや止まれないぞこれは。マジか。1か2の練習が来てくれないと待ちに待ったアイドルに止まれない。5か、5が来ちゃったよ。1高1、1の練習来てくれ。待ちに待ったアイドルが1、4。ただこれ練習メニューが良すぎるんで、ちょっとアイドルとはいえこのまま行こう。なんかでっかい練習多くなりましたね急に。金曜日にもう一回アイドルが来てるな。金曜日のアイドルは止まれそうですね。あとはしっかり練習効率大幅アップを取れるかどうかだな。テンションアップか。しょうがない。さあそろそろじゃあスタメンを確認しておきましょうか。まあ、1番横溝、2番桃井、3番米谷、4番山崎、まあ、この辺は硬いですよね。藤巻、小板橋、今泉あたりがちょっと微妙なんだよね。ただ守れるのはいないんでしょうがないといえばしょうがないか。まあ大道入れてもいいけど大道微妙だからな。まあ大道と小板橋を入れ替えるぐらい。
あれ前評判どのチームと戦うかちょっとちゃんと見れなかったな。ちょっとこの辺りで回復入れてあげたいんだけどな。なんか使えるアイテムがあれば使っていきましょうか。山崎に選球眼使おう。そしたら桃井にローボールヒット。おお、2回戦からか。これは助かったな。さあ、まずは1回戦というか、まあ2回戦というか、しっかり勝ちましょう。まあ岡野がどんくらい敵の打線を抑えてくれるか、まあ、それにかかってますからね。さあ3番桃井、2番桃井ですね。まあここはまずはホームランを狙ってもらいたいけど、まあ先制点を取るところからですからね。ただちょっと相手に抑え込まれているのかなっていう感じはします。ここはもう一発狙っていくしかないからな。どうだ、入ったね。木原くんの前に打線自体はだいぶ沈黙してるからな。ここはサードの正面でしたね。さあ1点、桃井のホームランで先制したんで、これを守っていかなきゃいけないんですが、
よし、これはうまく取ってくれたね。ただこれシングルでもちろん帰ってきちゃうんで、6番金井くんできれば三振で仕留めよう。よし、このイージーフライは取れるでしょう。さすがに1点だと怖いんでね、できればもう1点2点と取っていきたいんですが、こういうポップフライというかポップライナーっていうか、こういうのはちょっと多いですね。これも追いつくでしょう、ショートが。いや、1点をめぐる攻防だな、本当に。これ本当に1本ホームランが出ると逆転されちゃいますからね。4番富田君大丈夫だね。さあもう1点だけでも取っとこう。よし、負けた。で、9番の岡野のところでお祭り男出しちゃおう。これはゲッツーだな。横溝打率がひどいな。ところで仕事してくれた。全くいいところがなかった横溝ですけど、最後に仕事をしてくれたな。うまいバッティングでしたよね、今のとか。さあ満を持して4番。いや、山崎じゃないんだった。さあ山崎、入ったー。さすが山崎でしたね。最後は前半は本当に1点の攻防になるかという試合でしたけど、終わってみれば最後8回裏怒涛の攻撃でコールド勝ち。練習試合さ、この公式戦の間に申し込む人っているのかな。ちょっともう一試合ね、公式戦こなしちゃいましょう。さっきの試合前半ドキドキ後半ウハウハっていう、そういう試合展開だったんでね、もう今回は落ち着いて。
まずは先制点。ちょっと相手チームがどんくらいのチームかっていうのは見ておきたいな。総合戦力 C ですね。西尾くん、まあ、シンカーがあって球速151キロか、まあ容易にはちょっと打ち崩せないかなって感じはしますが、ただ大道もパワー B あるんで、あの芯に捉えればホームランはありますよね。空振り三振。これは抜ける？いや抜けないか。守備もうまいな。肩が強い。さあ頼りになる桃井だ。打ち上げた。ここは送りバント、やっちまった。打ち上げた。ノーアウトランナー二塁一塁が、この結果だと流れが悪そうだな。大道がここで一発。流れを渡さない、そんなバッティングが見たい。ちょっと帰ってこれないね、この肩だと。どうだ、うーん切れてく。最後は空振り三振。さあ今度はピンチですね、ツーアウトランナー二塁。また大抜き。長打はなさそうだけど帰っては来ないよね。いやー危ない危ない。これは抜けるのか。だー頭抜けた。これ長打警戒にしとくべきだったな。まさか西尾くんに頭の上頭上抜かれるバッティングを受けるとは思わなかったな。さあ1点ビハインドになりました。よし抜けた。そして頼れる4番山崎。足は遅いんで、正直言ってゲッツーはあるんですよね。これはダメか。さあ1
点差のまま食いついていかないといけないですね。が取れないか。完全に打ち取った当たりではありましたけどね。さあこのピンチをしのいでなんとか8回の裏9回の裏残り2回にかけましょう。ヒヤッとする当たりだな。さあここ監督の采配が問われるけれども、送りバント藤巻ができる気がしないな。ここは流し打ちで進塁打にしてもらおう。で大道、大道もね足速くはないんで、よし抜けた。これは二塁ランナー帰ってくる。よし大道ナイスバッティング。よし、岡野のところで代打。ピタリと当たったね。采配が。まずは先頭打者、これをしっかり打ち取りましょう。うまいねナックル。よし、これはセカンドゴロ。いやーちょっとね、1回戦目という、まあ2回戦目3回戦目ですかね、あのなかなかしびれる試合ですが、ここまでなんとか勝ち上がってきてます。山崎のパワーがついにエースに到達しました。はい、というところで、ここまで夏の甲子園大会予選順調に来てます。残りの試合もなんとか勝ってね、甲子園大会2回目の出場を決めていきたいと思います。というわけで、今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。